こんにちは。6時です。バゲマンマの時間です。ね、今日はね、塾長からおかずをいただきました。肉巻き豆腐だそうです。ね。でね、あのね、昨日の残りのサバ缶あるのでね、味噌汁を作ろうかなと思いますね。味噌汁。味噌汁はもう欠かせませんね。よいしょ。やっぱりね、味噌汁はねばまいねべな。そういえばね、この間コメントしたね、何喋ってるか全然わからん、笑いって書いてたね。ね、しょうがないね。うん、なんだって。東京弁しゃべれないもんで。そういうわけでね、今日の味噌汁はね、またね、早くつかねばまいね、もやしね。もやしと豆腐にしますか。もやしはね、いつもの通り切りますね。ね、塾助犬にね、生協からいろいろ食材が届くので、私いつもバゲてもらうんです。なんで木曜日か、今日金曜日か、金曜日にね、今日昨日の届いた食材をいただきますんじゃ。あとね、キャベツ入れるかな、味噌汁さ。昔、今の時期になればさ、まあ今年、今はちょっと高い、白菜が昔はすげく安くなったんだな。味噌汁いつもな、白菜の味噌汁でな。あ、パサマサの、パサマ。今日の味噌汁なんだよ。今日、玉菜の味噌汁で。玉菜きな。前も喋ったけど。これ玉になったナッパをみんな玉菜ですね、年寄りは。なんで白菜もキャベツもみんな玉菜ね。わかりやすくていいやな。こう細かくしますね。例えば、味噌汁と、サバ缶と熟女のおかずあれば、あといらないですね、今日はね。ご飯あるかな。あ、ご飯一人分ありますね。ご飯はチンしましょうね。今ね、味噌汁の豆腐粉ね、いつもの通り袋豆腐ね、一番美味しいですね、これね。規則正しい時間にご飯を食べるんだったら、6時になると私お腹すいて、お腹すいて、よし、そしたら納豆食べますかの、納豆。味噌汁はいつもの通り、白味噌と今日このくらい混ぜますね。ね。なんかまた薄そうだな、これ。うん、もうちょっと味噌っこですね。
れだね、忘れた、必ずこれ入れないかな、このアンチコが過ぎたんだな、の和風だしな、これな、ああ、長すぎましたね、長すぎました、よし、それでまあいいと思いますよ、ね、ご飯とクジョからもらったおかずね、とこれこれで十分だな、まで、ね、これやっぱりあれだ、大根おろしないな、大根おろし、大根あったよな、大根おろし、あれ大根、大根おろし、あ、大根ありましたよ、なかなか食べるまでにが時間かかりますね、おろし、これをこのサバの水にさこうね、ますね、どれやっと食べれますね、よし、ではおいしい味噌汁から飲みますかね、いいあんつこだ、そういえばだいぶ前にさ夫婦で来た人でさ、あの具だくさんの味噌汁っていう予約があったんだけど、で見るとさしょっぱそうなんだって、飲んだらね全然しょっぱくないってね、うん、なかなか受けました、熟女のね、熟女もこれだと豆腐の肉巻きの、空手も一般の部なんだけどな、大人の中で大人同士はさ、あ、マスター爺様だしなとか手加減してきてんだよね、まあお互いに手加減するんだけど稽古なんで、手加減しねえのはさ一般部様じってる中学生の1年生って1人さ、なかなかいいセンスしてる子供がいてさ、で、まあ、俺はどっちでさ褒めれば褒めるほど張り切るんだわ、めっちゃおびだはんで2級がかなり下段蹴りやられれば痛い、もう次も痛いね、子供だはんでね、でも多分さちょっと背も低いはんで
と本気で本気でってかやれば冗談切りでもでも入るんだけど、大人げなきゃなんだが、まだ俺は冗談まで足上がるってば上がる。うん、ただね、冗談切りやった時にさ、足上がるんだけど、軸足がさ、もうしっかりしてるんで、自分で転ぶ時ある。あやみっともね、昔な、なんで行けばさ、中学生だのさ、バンバとやられてくるわけ、ほら。2日続けて、大人事大きいんだけど、なかなか稽古人の、ほらの仕事の関係で、3日連チャンとかなっちゃう。2日連チャンで行って、今日本当は昼の結果行こうと思ったきゃ、また腎臓の結石できたみたいでさ、ちょっと痛いんだよな。今寒くなったはんで、なんかさ、結石さはコーヒーあまり良くないんだってな。もう寒くなったはんで、コーヒーすごく飲んでらっきゃ、なんだか多分そのせいだと思う。食事はちゃんとしたのしてるんだかんでさ、コーヒーだなあれな。こないださ、うちの向かい館のさ、79になる人、孤独死した。うちの周り、年寄りの一人暮らし多いはんで、孤独死あるんだ。前もさ、蓮向かいの昔、戸小屋だったとこの母さんさ、うん、わそこの母さん一人暮らしだはんで、雪田の片付けで来てたんだな。で、冬だば、足跡あらはんでわかるきゃ。で、一週間も、足跡ねえはんで、昔なと思ったら、警察呼んでの町会長呼んで行ったきゃ。こたつ、なんも電気もみんな止まっちゃっててさ、冬だんで電気もみんな止まっちゃってるはんで、こたつも全部スイッチ入ってないわけ。その中で死んでた。な、東北電力も会いたいな。関係ねえんだよ、そういうことな。お金払ねばもう止めると。老人が寒くて死ぬ。よく、水道はさ、止めれば命取りたはんで止めねえって、昔の。今は水道さ、飲み水に関して言えばさ、コンビニさえ行けばの、まあ水道で払いねで泊まる人はなかなかコンビニで水も買いねべきの。青森は冬電気止められたら結構命取りだからね、年寄りだの。今の石油ストーブだって電気ねばファーマーはねし、なんでほら、普通の電気使わねえ石油ストーブ。たげ昔にさ、中古安の買いあさったよ。いっぱいある。うん。あれ、そのばさまも、あ、まあ、東北電力も、東北電力ちゃべらないんだ。電力会社も、いじいそれ、ばさまの一人暮らしだとか、知らめるわけにいかねえんでね。でも、電気の使い方でさ、わかるんだもんだけどな。おばさま寒くて死んだんだよ。あれのもな、どんだもんだかさな、
の今デジタル化だんでも貼らねばバズッと止めちゃうきゃ。さあ、森の真冬に電気止めるっつうな。止める前に家庭訪問なりしてみればいいきゃな。おばさま、ご近所おだ人でさ、みんなさ生活保護受けろって勧められたんだけど、そういうのは受けねえ。で、床屋さんだったんだけど、旦那さん納めてた年金、ワンツカバシのな、で暮らしたったね。なんで近所の八百屋の人も食材持ってたりさ、もらいの袋も持ってたりしだ。まあ、あの時場所はさ、電力会社も電気止めるんだやろって町会長と喋ったな。この冬、このばあさまの一人が電気止める。こだつつがねえんだからな。唯一の暖房だよ。んで、この、まあ、俺の無害感度の、なんだ、新太子様は。まあ、俺も子供の頃から知ってる人なんだけどな、この死んだ79の人の親が洋裁やっててね、よくおら目をがってもらった。で、うんち様の近所のさ、お見回りする人いて、そしてよく雪田の片付けできて、俺はその人の横の庭の、であっても名も、普通のちょっとした基地の車2台くらい止めるんだ。そこ草生えるんで、あの芝刈り機でよく買ってね、毎日こうスーパー境も肉飯で見るんだけど、1週間見ねえし、俺もしたんで宇治の中で死んでるの知らねえんで庭の芝刈ってたんだ。あ、今日出てこねえなと思ってな、いねえんだべえなと思って、もうその時はさ、死んでたの。ああ、やっぱりさ、水の見回りする人とさ、出てこねえな。で、警察呼んで、町会長呼んで、必ず町会長なんだ。だきゃ、亡くなってた。死後、方角くらい立ってるっつった。伊佐様の間がね。まあ俺も今度ももいねし、奥さんもいねんで、まあ最終的にそうなんだべな。でも塔川困るな。なずたらんなと思う。せめて3日な、とがもとかあげな、みそもらしくならんでな、ご遺体も。だまあ俺の場合は、丸24時間連絡取れねば、救助犬が飛んでくることになってから。なんで、救助には、ね、にゃんこもご飯かけなくなるし、救助には、ご来の風情室の鍵と長野玄関の鍵みんな預かってます。
なんでまあ死んだとしても24時間以内に熟女が見つけていけると、こういう感じだよな。食後にコーヒー飲みてんだけど、なんか腎臓の結石がな。うん、これ違った、うん、とりあえずあの味噌汁のまま炊いとけばなんとかなるんだ、うん、まあ今日はあのこの甘く言いながら孤独死のお話でしたの。孤独死ね、まあそれもいいやな、死ぬ時は何もわからねえしな。そういうことで、ね、ちゃんと6時にママ食ってんの。